こんにちは、あじまるです。私のチャンネルでは経営コムの稼ぎ方だったり、経営コム初心者の方が稼いで生活する前どうしたらいいのかというノートを販売しますので、ぜひ概要欄の方をチェックしてほしいなと思います。はい、本日なんですが、経営コムの始めるタイミングについてお話ししたいなと思います。というのもですね、経営コム結構辞めてる方が多いので、まあ、辞めてね、後悔されるっていう方が多いんですよね。で、まあ、なんで始めたかっていうのは、まあ、人それぞれ違うじゃないですか。で、やっぱり始める、まあ、後悔するぐらいならね、まあ、やらない方がいいと思いますので、経過物を、まあ、始めるタイミングですよね、についてちょっと、まあ、個人的に思うことなんですけど、まあ、喋りたいなと思います。まあね、私もずっと経過物宅配なんですけど、やり続けてて、でね、やっぱり稼げないんですよね、初め。だから、稼げると思ってやった方が、まず辞められていくっていうことで、経過物自体にね、かなり夢を持って挑まれる方が多いんですけど、まあ実際ね、やっぱりその、稼げる場合もあるし、稼げない場合もあるので、あんまり夢を抱きすぎるのも、やっぱりちょっと怖い部分があるので、俺が思うになんですけど、ほんまに経過物って、最後の砦みたいなところあるんですよね。言うたら、むちゃくちゃしんどいです。むちゃくちゃしんどいんで、やるなら、ほんまにもうなんか、これしかないみたいなぐらい、もう選択肢がもうこれしかないみたいな、稼げる道がこれしかないっていうぐらいまで追い込まれて、初めて、選択肢に出したらいいんじゃないかなと思うんですよね。で、経過物以外で別に稼げるというか、まあ、そうですね、経過物以外でまだ飯を食っていけるっていう選択肢があるのであれば、俺は経過物を無理に選ぶ必要はまだないんじゃないかなと思います。まあ、やっぱり、というのもしんどいんで、それならね、そんなしんどいなら、別に経過物以外の道を全然選んだ方がいいと思うんですよね。それ以外でまだ食っていける生活を回していけるのであれば、それを選ぶ必要はないと思うんですけど、なので、やっぱりやり始めるタイミングですよね、は、ほんまに、生活が回らなくなったタイミングでやり始めるのが一番まずベストなんじゃないかなと思うんですよね。まあ、月25万とか30万ぐらいで、全然それぐらいで十分生活が回るっていうのであれば、無理に選ぶ必要もないのかなと。個人的になんですが、思いますね。もうほんまにもうそれでも、ちょっときついと。まあ家族もいて、借金もあって、もう30万でもやっぱりもうきつい。となったら、初めて、経過物っていうのを選択肢を出してもいいんじゃないかなと思いますね。ただ、やっぱりしんどいです。やっぱりしんどい。特に夏。もう夏がもう圧倒的に一番しんどいで、もうこの時期ですよね。なので、ほんまにその辺はやっぱり覚悟しないといけないと思うんですけど、でも月30、稼げる仕事が、この世の中にどれぐらいあるのかと思うんですよね。まあ、そんなないです。まあ、わかんないですよ。いきなり、まあ、もうあるんかもしれないですけど、でもそんなないと思うんですよね。その、手取りで30とかもらえる仕事っていうのは、まあ、いきなり中途でバーンって入って、いきなり30万手取りでもらおうと思ったら、まあまあ、どうだろう、夜勤、まあ工場とかで夜勤とかやりまくるとか、残業やりまくるとか、ほんまにもうそれぐらいしか道がないんじゃないかなと思うんで、まあほんなないんですよね。なので手取りで30以上、やっぱりもらわんと、常にね、それぐらいないときつい。だんなら30、もうちょいないとみたいな。35、40ぐらいみたいになってくると、もう無理ですよね。サラリーマンではおそらくないと思うんですよね。そこまでもらえる仕事っていうのは。なので、そのタイミングで初めて経過物っていう道を選ぶのが一番ベストだと思いますね。まあ、俺はそうやったんで、もうそれぐらいないと、まあ、生活っていうのより俺は借金やったんで、いろんな方に借金を借りてて、やっぱもう返すめどが全然立たないんで、普通の、まあ、サラリーマンとかやったぐらいじゃ。なので、経過物っていう道、まあ、稼ぎの仕事って何やろといろいろ探したときに、経過物っていう道が出てきたんですけど、なので、もうほんまに生活が圧迫されて、まあ、借金とかあって、まあ、この子供とかね、そういう家族のために、もう普通の生活無理って思った時に出した方がいいです、選択肢に。
それ以外で生活が回るのであれば無理に始める必要はないんじゃないかなと思います。やっぱりね、あの個人事業主なんで、そういう、まあ、保険証とかの切り替えもあるじゃないですか。社会保険が国保に切り替わりますし、切り替わりますし、その国民年金にもね、あの厚生年金からも切り替わるんで、将来もらえる年金額とかもやっぱ落ちちゃいますし、やっぱりそういう、なんですかね、あの車買ったりとかも、あの しないといけないかもしれないですし、まあなんせね、いろいろあのデメリットの部分やっぱりあるんですよね。メリットの部分だけじゃもちろんないんで。なのでやっぱりその転職するにあたって、そういうマイナスな部分っていうのが、まあ、それなりにやっぱ大きいんですよね。個人事業主、なおかつ、稽古物なんで、車とかももしかしたらあの用意しないといけないかもしれないし、なのでね、やっぱその安易に挑戦できるジャンルではないと思いますし、なおかつ最初稼げないんですよ。結構きついじゃないですか、そのそれってそういう保険関係もね、あの一気に切り替わって、あの国民年金っていう将来年金額がもらえるのも少なくなる、なおかつもしかしたらね、そういう車も用意しないといけないかもしれない、なおかつ最初の方は稼げないっていう、すごいあのもうトリプルパンチぐらいあの食らっちゃうんで、なのでね、やっぱ始めるにあたってそれなりのやっぱ覚悟とその選択肢を迫られると思うんですよね。それでも始めますかっていうところなんですけど、普通に聞いたらね、普通の人が今俺この話を聞いたら、いや始めへんやろと思うんですよね。普通のサラリーマンで生活できる人が、いやわざわざそんなリスク背負ってまで、いや始めへんやろと思うんですけど、でもそれじゃないと無理やっていう人っていっぱいいるじゃないですか。特にこういう俺の動画とか見てくださってる方やったら、そういう方非常に多いと思うんですけど、だからそこまでもう追い詰められて、もうそれしかでも無理やねんぐらいの人がもう始めるタイミングやと思うんですよね。こういう人が始めるべきやとやっぱり個人的には思うんで、なのでね、そういう人ってやっぱある程度やっぱ腹くくらあるんで、もうこれしかだってないもんみたいないやもうこれ以外の道ってもうないしみたいな、もうやるしかないしみたいなぐらいになったら、もう敗寸の陣じゃないですけど、もう逃げれないですよね。もうこれで行くしかないみたいな。なのでそういう人が結局そういう腹くくって、もう反強制的にみたいなやり続けると、あのボンってね、あの最終的にむっちゃ稼げるようになるんですけど、そうじゃなくてこれ以外で別に生活できるから闇あると思うんですよ。別に経過物じゃなくて別にいいしみたいな、まあ、だからだってもうこれしか生活できないかったら絶対やめれないじゃないですか。でもやめて変わるってことは別にこれじゃなくても生活できるんですよ。他の分野でもジャンルでも。やったら俺は別に初めから経過物を選ばないっていうのも、まあいいんじゃないかなと思います。まあ今言ったそういうデメリットの部分もやっぱり大きいんで、まあね、メリットの部分も非常に大きいんですけど、でもそういうマイナスのね、まあ最初稼げへんとかもそうですし、まあ保険関係もそうですし、やっぱ最初ね、そういうマイナスな部分があまりにも多すぎるので、じゃあまだ選ぶべきじゃないのかなと、個人的にですけど思うんで、これやったらね、まあ別に違う道でね、そのまあサラリーマンしながら副業とかそういうのして月30とかやったら、まあそういう組み合わせたら、まあ30とかは届くのかなとは思うんで、30以上ってなったらちょっときついかなとは思うんですけど、まあ手取り30ぐらいでってなったら、まあ何かと何かと、もしかしたらもう一個ぐらいとかね、まあ3つとか組み合わせて働かんとダメかもしれないですけど、まあそういうなんで生計を立てれるのであれば、そっちの方をまだ選んでる方がまだいいのかなと思いますね。もうそれ以上ってなったら、初めて経過物っていう選択肢を選んだらいいのではないのかなと個人的には思います。はい、まあ本日はね、まあ結構ね、いろいろやっぱこの暑い時期っていうのもあるのかもしれないですけど、辞めてる方が非常に多いので、だってだからね、もうやめて他で生計を立てれるっていうのであれば、無理にね、経過物を選ぶ必要はないと思います。まあそれぐらいやっぱりしんどいですし、デメリットの部分も非常に多いですし、でもまあメリットの部分も、まあそれに反するぐらいやっぱ大きいので、やっぱそういう魅力がね、やっぱあるんでね、まあ非常に、おすすめの職業なんですけど、やっぱそれぐらい追い詰められた方がやるのが一番俺はいいのじゃないのかなと。思います。はい、私のチャンネルではね、こうやって経過物の稼ぎ方とかね、初心者の方がね、どうやって経過物で稼いで生活するのかというノートを販売しますので、ぜひ
概要欄の方をチェックしてみてください。最初の方無料で読めますのでね、チラッと見ていただけるだけでもめちゃくちゃ嬉しいですし、ここまで見てくださったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。